モハンナド・アブドゥラヒームは、イラクのプロサッカー選手。イラクプレミアリーグのアルザウラー SC 所属の FW。サッカーイラク代表、同ユーマイナス22代表、元同ユーマイナス20代表。日本語では、モハナド・アブドゥルラヒーム・カルダルなどと表記されることがある。2009から2010シーズンにイラクプレミアリーグのある、カルフ SC で、トップチームデビューし、 2012年にドホーク SC へ移籍。2014年7月にアルジェリアの JS カビリーへ移籍。同年12月イラクのアルザウラー SC へ移籍。AFCU-19 選手権2012では準決勝、決勝での先制ゴールを決めるなど活躍し、大会最優秀選手に選出された。また、同年の AFC 年間最優秀ユース選手賞も、 受賞している。2012年12月30日のチュニジアとの親善試合で A 代表デビュー。2013FIFAU-20 ワールドカップではグループリーグの対エジプト戦で決勝点となるゴールを決めている。2014年1月に行われた AFCU-22 選手権2013では決勝戦の対サウジアラビア戦で決勝点となる先制ゴールを決め。 優勝に貢献した。2016年10月11日のワールドカップ3次予選対戦ではイラクの全4得点を挙げ初勝利に貢献した。代表個人、ありがとうございます。